最近、ピック引きまっしぐらなユークハウスです。ここはですね、ウクレイ裏街道3丁目あたりでしょうか。さて、ウクレイでピックを使うのは邪道だっていう意見もあるみたいなんですけども、ユークハウスとしては、んなこと言わないで試してみましょうよ、という立場なんですね。で、幅が広がって楽しいんですよ、演奏の幅が。要するに、食わず嫌いはもったいないですよ、っていうことなんです。 それに、あの、ピック引きっていうふうに一言で言ってもですね、うん、実は相当奥が深くて、正直簡単じゃありません。マスターするのには当然練習必要ですよね。うん、しかもいろんな工夫ができて、それでいろんな表現ができるんですよ。そういうのを突き詰めていくのもまた楽しいんですよね。うん、これハマると。うん。まあ言ってみればですね、ピック沼っていうのがありまして。で、ピック沼にはまった人が、その直面するのがですね、 こう増え続けるピックの管理、うん、あるいは整理ですよね。これが今回のテーマです。私も一時はすごい量になって、あのあまりにも多すぎるので知り合いにあげたりしてかなり減ってはきましたけれども、それでもまだ結構あります。皆さんも楽器屋さん行きますよね。で、さすがにウクレレをショート買いするっていう機会はそうそうないと思うんですけれども、うん、まあピックって百円前後じゃないですか。どんどん、どんどん新しいのが出るんですよ。 そうするとあなんかこのピック持ってねえなとかあアイバニーズさんまた出しやがったイラストマーピックとかまあそんなことがあって行くたんびに何枚か買って帰っちゃうっていうその悪循環でこれ私の作業机なんですけどもヤマハの THR5A があったりパソコンがあったりこっちは、えー、クエルの機材なんかごちゃごちゃっとかけてあったりしますけどもこいつなんですねうん ビレージヴァンガードで買ってきたなんか緑の謎の物体なんですけどもここにですねあのよく使うピックをポンと放り込んでますで使ったらここにポンと入れるとここはまあ爪の保護なんかに使うワセリンがあったりネジ回しだったり、まあ、ここれもピックが入ったりしますねでウクレレ小物入れにもですねピック入れてあるんですけども ガチャの、ちっちゃいガチャのプラスチックケースの中にまとめて入れてありまして、中身がなんとなく見えるのがね、うん、意外といいんですよ。パカッと開けて、ね。うん。生で貼ってます。<の>そして少し前にアリ特急で買ったのがコイン帳ですね。このちっちゃいやつなんですけども、えっと、ダサいんでいろいろこうデコったりしてるんですけども、この中がですね、 こんな風になってるんですよ。で、ここ、コイン入れなんですよね。で、ここにピックを挟めてます。はい、こんな感じ。おにぎりピックはですね、こう、ギリギリ入んない感じ、こうはみ出してますよね。うん。高さ向けるとポロってこう落ちちゃうんですよね。うん。そこだけ注意なんですけども、コレクションができるという。うん。こう、パッと見て、うん。あ、これ使ってみよう、これ使ってみようっていう風うに選びやすいかなとも思います。 これがあり、特急でですね。送料込みで300円でしたね。で、最後これが一番いいかなと思うんですよね。うん、これ？これですね。バングッドドットコムっていう中華ショッピングサイトで買った中華スピナーけどもグルってね。これがですね。七色に光るんですね。うん しかも、その、Bluetooth スピーカーになってて、iPhone からこう音楽鳴らしたり、USB で充電したり、買った時に、これで入ってたんですね、こんな感じで。うん。これで送られてきたんですよ。で要するに、その、スピナーが入ってた空き缶なんですけども、こう、蓋が透明になってて、中が見えるじゃないですか。うん。で、こう、取り出しやすかったり、ね。うん。 ななかなかいいですよまさにピックを入れるためだけに作られたかのようなケースですよね。このスピナーがですね、バングッドドットコムで私230円送料込みで買いました。これ、こっくるって回してもですね、1分も回んないですね。ダメスピナーなんですけども、このピック入れだけ230円でも欲しいという人もいるんじゃないでしょうか。同じようなケースだと、うん、こっちもいいかなと思うんですね。これ、先日買った木製カズーです。こいつもこうはい 透明になってて、まあ、これ取っ払っちゃえばこう四角いですけどもね、うん、ピックが中に入れてるピックがよく見えるケースとして使えるんじゃないでしょうか、はい、木製カズーがアリエクスプレスで517円送料込みで買いましたんで、うん、カズーも欲しいけどピック入れも欲しいなという人はこちらがいいのかなと、うん、とにかくあのピック入れだけ欲しいよと、うん、スピナーなんかいらないのだっていう人はこっちを買うと。 うん、漏れなくスピナーもついてきます。